ふぅ、バージョン 4.7 長き夢を紡いで。うわ、てか待って、今ちゃんとサムネ見たけどさ、脱皮するイブがいる。やっぱそうだよね、そろそろ来ると思ってたけど、脱皮するイブがやった。こんばんは、クロリンデ役の石川結衣です。あれ、綺麗だ。今回は私たち二人だけですか？もう一人来てくださる予定ですよ。ハイモンじゃん。急に現れて唐突にいなくなりますが、ハイモンじゃん。という時は再会は俺が想像していたよりも早い。やっぱりダインスレイブだ。ダインだ。ようこそ。ダインだ。旅人の皆さん、こんばんは。ダインスレイブ役の津田健次郎です。津田さん。ここに参加できて嬉しいです。津田さん。もうマジで声が良すぎる。ハイモン。ファントムハンター審判の時を一緒に遊んでくれない？今回のシナリオはファントムハンターの歴史をモデルにしています。皆さんにはとある時代のファントムハンターになりきって街で起きた一連の事件を解決していただきます。私の習慣の多くはファントムハンターの伝統を受け継いだもの。本当におめでとう。彼らの相手は邪悪な魔物だが、私の相手はマジでおめでとう。あ、これキャラ紹介 PV なのかな、どっちなんだろう。私はフォンテーヌの法律と規則を代表しているんです。マジでおめでとう。本当におめでとう。ずっと待ってたよね、みんな。旅人も銃かっこいい。剣も使えるし、あの銃も使える感じ。かっけー。魔女さんが言ってたんだ、物語の本にある。曲めっちゃいいね。それぞれが現在の一部なんだってさ。こんなに広くて不思議な空間なわけだし、いろんな物語が。やっぱりお前弓キャラなんだよな。君についていくよ。まあまあ星4なのは分かっていた。でも正直ストーリーを経たらちょっと納得できる。うわーわ、なんか神の目の力だけって感じだな。ちょっとどいてくれる？いやだ、どきたくない。人間が当たってるわけじゃないのよ、セフトさん。この中って思ってたより危険かも。じゃあやった、星5だ。うちに教えてちょうだい。嬉しい。絶対に星5だって俺は思っていたからよ。いや、かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。シャボン玉ハート、力を抜いて。え、かわいい。するのよ。おいおい、チクッと注射しちゃうわよがかなっちゃうじゃない。おそらく奇病が存在する。え、待って、シグミンバリかわいい。私のことを全然信じてくれないの。本当にかわいい。人間かメルジェーヌか、そんなに重要かしら。人間かメルジェーヌか、姿を消したりはしないはず。そんなに重要かしら。やるべきことがあったんでしょう。その言葉シグミンの口から聞いたら余計になんか来るものがあるな。彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ、二度と苦難に思い悩まされることはなく、冒涜に関する概念も区別する必要がなくなる。これを代償に、魂は純粋で透明に。これあれかな、キャラ紹介プラス剣の持ち方、ダインスレイブのショーもあるのか、混ざってるのか、これもしかして。人間の姿を手に入れるためにあなたも使ったんじゃないか、あの薬を。これだけの餌を用意されたんだから、誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ私の方なんじゃない。いつの日か必ず奴らへの復讐を果たす。ホタちゃんや。そうすればダインスレイブ様は自分の目的を果たす。運命の食器がもう完成したってことだ。出た、運命の食器。ソラ君。旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか。それ本物なの？ねえ、ちょっと待って、置いていかないで。ちょっと待って、置いていかないで。わかんない、情報量多すぎて。あ、え、これイベントアルファ。え、あ、ガイアだ。え、ご飯イベント、なんかめっちゃご飯食べてない。あ、あ、かわいい、フルミネ。かわいい、なにそのお衣装。え、あ、アニメイトか、アニメイトコラボかこれ。いや待って、この衣装の川口ちゃんバリかわいいな。旅人の皆さん、お帰りなさい。ただいま。ここ秘境についてはまた後で来よう。え、今は他を探索しよう。あーです。くはい、まずは、すごい、なんかやっぱ声優さんってすごい。こんなコロッとパイモンになれるのすごい。
決闘代理人の職を預かっている以上、私自身の意見は重要じゃない。いや待って、剣めっちゃ綺麗。これもちぶきだよね。綺麗。私はフォンテーヌの法律と規則を代表しているんだ。いいな、ウジア感あっていいな。うわ、くるって回るの天才。射撃準備。いやいやいや、トリプルトーループ、フィギュアスケートしてるって。いや、この銃さ、二刀流いいね。結構フォンテーヌキャラ。悪を見極め、銃使いがちなの。盾を張り尽くす。いや、かっこいい。さすが、フォンテーヌ最強の決闘代理人は強くてかっこいいですね。まあ、スキルか、爆発使ったら銃になるのかな。決闘代理人必ず自分の武器をきれいに拭き取るのです。おお。うわぁ、手つき、儀式みたいなものなんですかね。こう、偉大なる。いや、これかっこいい。これシュシュシュ。どうか私で勝利の祝福を与えてくれたまえ。誰だろう。まあ、それも、ね、大げさなものじゃないんですよ。はい。まあ、ただ、この儀式を通して、かわいい目の前の敵、元素爆発、消えゆく残光を発表すると、爆発かっこよすぎるだろう。シュ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 。わー、しぐい。かわいい。シャフーガモン同じくらい重要なの。あー、かわいい。弓キャラなんだ。え、弓でしょ。じっとしててね。え、弓。え、え、かわいい。一瞬弓じゃなかった。ん、診断結果は今すぐ注射ね。かわいい、かわいい。これもなんだこれ。ちょっと待って、実質ヌビレット。思いやりバブルを放ち、命中した目標に水ゲートダメージを与えるところです。いいと、敵をバブルに閉じ込めることができますよ。いや、この閉じ込めるのマジでかわいい。まあ、まるでアビスの魔術、ね、今までさ、そう、アビスがね、やってきてムカつくわ、これやめろと思ってたけど、逆にアビスとかにすることができるっつ、はい、それは何に使うんですか。いやー、これたまらんな、はい、あれは元素爆発を発動した後、シグウィンはブロキデ要塞特製の注射器で前方の敵に衝撃を与え、水元素ダメージを持続的に、一つ前のバージョンのセノ伝説任務で登場し、セノとヘルマヌビスの継承権を奪い合った少年セトスのことを皆さんまだ覚えていらっしゃいます。砂漠からウリンまで道端にどんな物産品があるか完全に把握しています。いや、これセノと一緒なの。つまり、うわぁ、セノと一緒っていうか、あの、セノの素材のふんころがしをさ、探してるのがなんか、ちょっといいな。たまたまだろうけど、なんかいいな。ダイン消されててくさ、で、ダインスレーブいなくなったんだが。ダインどこに行ったの？ダイン。これで秘境に入れますね。うん、そうですね。次は何をしたらいいんでしょうか。もう30分経ってる、早っ。いやー、やっと戻ってこられました。おかえりー。おかえりー。びっくりしました。心配してましたよ、二人で。ねえ、このサムネパイモンどこにいるの。ねえ、パイモンいなくない。魔人任務第4章第6幕ベッドタイムストーリーが実装されます。いや、マジで楽しみ。見た。空と蛍が会うことになります。うわー、ネタバレですか。そんな重要な情報を言ってて大丈夫ですか。もしかして今回で原神完結ですか。完結きちゃう。さすがにそれは。でも、あの、確かにやだ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 、まだ俺たちスネージだよ。あなたも言ってねえからよ。そうだね、いるのダインさんですよね、あれ。最初の浜辺じゃない。え、待って、これショートアニメじゃない。モンドだ、タンポポだ、ミントもある。あー、ホタちゃん綺麗。待って、マジで綺麗。ねえ、原神アニメ化頼む、本当に頼む。うわー、ソラくん、待って、えぐい、鳥肌がやばい。消されるティミー。待って、ちょっとうるっときちゃった。待って。
これ。いや違ってたらごめん。おめえめっちゃ綺麗だな。Know that I will always try when your rhythm and rhyme through the night so long and dark as you shine. でもさ、ホタちゃんの隣ずっとダンヤいるね。うわー、稲妻スメール。うわー、うわー、あの花、彼女もあの花が好きだった。待って、空くん目線のホタちゃんじゃん、これ絶対。で歌唱を依頼されて歌ったんだと思うけど、あのエンドボールを歌っているエメさんもすっごい好きだし、まあ、普段のエメさんもすごい好きだから、なんていうかもう公式化されてんのが今嬉しい。めっちゃバージョン 4.7 の前半ではクロリンデとアルハイゼンがピックアップされ、さらに推しのキャラクターのセトスがピックアップ。ずっと待ってたお前のこと。シグウィンとフリーナがピックアップされます。あー、フリーナおめでとう。同時に星5片手剣謝罪と星5に白雲神言も。お前のこと俺は待っていた、ずっと待っていた。よし、これでついに視聴に挑戦できますね。いやもうダメだ、ガチャが。うー、昨日爆死したんだよ俺。俺爆死したからよ。モンドの旅人さんの天然樹脂の上限が160から200に増加するので、ありがとう。こういう改善はもっともっと欲しいですね。うん、もっともっとください。今画面に映っているように情報が盛りだくさんでちゃんと伝えきれるかなと心配でしたが、いや、あなたはやっぱり次回かこれ。無事ここまで駆け抜けられてよかったです。ということ、これからもよろしくな旅人。あ、はい、かわいい。ということで原神バージョン 4.7 予告番組をご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。でもずっと一緒だよね、離れないでよ絶対に。え、なにこれ、なにこれ、え、なにこれ、え、これナタ、なにこれ、誰だ、え、うわー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 、これナタだろ絶対、さすがにめっちゃ火山だな。これナタだろ絶対に。おいおいおい、いや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 、竜の国だからそういうこと。やっぱ人間そんな住んでいないのかな。いやいやいや、それが普通に人間と共存しているか。いやいやいや。